どうもこんばんは。ですね、久々のマイクラをやります。すごい状態から始まりました。覚えておりません。4月全く動画を上げてなくて、ちょっとしまったなと思ってですね、今急いで撮り始めてるんですけども、もうどういう状態で終わったのか 覚えてないです。早速ちょっと空腹の状態から始まりましたけども、今日5月7日ですね。5月7日、柳瀬店5月から、何これ、こんな件あったっけ。5月な、5月から土曜日が開所しまして、今日はみんなでですね、魚釣りをやりに行く、魚釣りをしに行くっていうレクだったんですけども、魚はですね、なかなか思うように釣れなくて、ガサガサですね、網を持ってガサガサも一緒にやってきました。その時になんとですね、タガメ、ちょっと編集したやつだと、この画面にですね、タガメが出てくるんですけども、タガメを取ることができまして、タガメって絶滅危惧種なんですね。都道府県によるんですけども、でも絶滅をしているっていう都道府県もあって、すごい言い方悪いですけど、レアなものを捕まえました。捕まえることができました。もうほんと子供たちが見つけて、みんなで「わあ、これなんだ」っていうので、捕まえたらタガメだったっていう 本当に。それだけを伝えたくてですね、今日動画を撮り始めたっていうのもあるんですけども、本当に、私が、生きてる中で、タガメは、結構見たんですけども、なかなかこんなに大きいタガメがいたのかっていうぐらい大きなタガメが、今日撮れましたね。それを動画にしてくださいっていうのが普通なんですが、なんて言うんでしょうね。絶滅危惧種っていうのもあって、ちょっと扱いが難しいなと思ってですね。撮れたとことかも、動画にするのが一番いいんでしょうけども、そのまま、リリースというか、逃がしてですね、捕まえた。その他にもヤゴとか、カワゲラ、綺麗なところにいる水生昆虫ですね、がいっぱい捕まえることができたり、あとは、なんだっけかな、オタマジャクシもたくさん捕まえられましたね。魚も1匹入ったんですけども、カジカのですね、赤ちゃんみたいな魚が取れたんですが、ちょっと網からすり抜けてしまってですね、それはちょっと何だったのかわからないんですが、たくさん取れました。もちろんアメリカザリガニとかもいたんですけども、タガメを取れたっていうのがですね、ものすごい私的には、私的にはね、嬉しくて、事務所の方に帰ってきてからも、柳瀬店に戻ってきてからも、みんなでタガメを調べたりですね、こんなの捕まえられたんだよっていうので、みんなちょっと喜んでもらえたのが嬉しかったですね。はい。中川水遊園様がですね、出している栃木県の魚図鑑の中には入っていないんですけども、別途ですね、その図鑑の他にも、タガメを取ったっていうメンバーのですね、名前とかっていうのを書いておくところをですね、事業所内にちょっと作っておこうかなっていうふうに思います。それぐらい私が興奮しました。一番楽しかったと思います、私が。申し訳ないです。子供たちよりも楽しんじゃいました。ところで、約1ヶ月半ぶりのマインクラフトということなんですが、もうもはや分かりません。困ったなぁ。もはや分かんないですね。ちゃんと1週間に1回ぐらいはやるように、ちゃんとします。
ごめんなさい、2週間に1回にしときます、嘘つきじゃないかってまた子供たちにね言われてしまうので、まあ鉄、これですね、鉄の原石っていうのが、まあ、取れているので、ね、多分前回取って終わったんだと思うんですけど、取れているので、まあ、これをちゃんと鉄に加工してですね、本格的にダイヤモンドっていうのを取りに行きたいと思います。まあ今日はちょっと取れないかもしれないですけど、ごめんなさい、食べたい、お腹が減りました、すいません。あんまりこういうのね見せるもんじゃ、あ、また夜だよ、夜怖いですよ本当に、ごめんなさい、はい、夜がね怖いんですよ、はい。良い子の皆さんはこんな大人にはならないでください。あ、やべ、夜だ、どうしよう、今日どうしよう、ほうほうほう、ベッドって持ってんだっけかな、あれあれ、ベッドって持ってるんでしたっけ、それよりも先に囲いますか、ほい。でも本当にタガメは良かったです。本当に何年ぶりだろう、私も見たのは多分1年ぶりぐらいじゃないですかね。しかもあんなに立派なタガメはなかなか見る機会ないと思います。お、なんか集まってきた、お、どうしよう、まあ、ひとまず囲っておいて、あ、まあ、これで死なないね、ひとまずね。で、ベッドはないけど、ベッドは作れるかな？あ、この羊毛ってどう作るんだっけかな？羊毛って、糸で作れんでしたっけ？あ、はい、糸が4つ、あと2つ、糸は雲を倒せば出ますんで、ひとまず危険を冒してまでも雲を取りに行きますか。とりあえず暗いと何もできないので、おい、あー、夜出かけんの嫌だな、羽じゃ羊毛の代わりにはなんなかったような気がしないでもない、雲だな、よし、雲、雲を見つけて、もうベッドないもんね。ベッドがないもんで、おりゃ、ああ、やめよう。すぐ忘れちゃうから、ちょっと待って待って。こう、行った方向に必ずこう、つけておきましょう。これね。わあ。狼は骨があると手なずけられるんですが、あ、卵ゲットなんつって、ちょっと雲がいないというかゾンビすらいない、平和です。いた、雲がいました、皆さん、あ、というかなんだよ、やったやった、羊毛ゲット、戻れ雲の前に羊が見つかりました。よかったです。これで、ひとまず今日は、大丈夫かな。ほい。
こんなとこで生きるの嫌ですね。まあ、ひとまず作りましょう。かまどだし、て、いや、違う。これで、ほい、ほい。なんかいっぱい持ってんだな。頑張ったんですね。棒は棒でしょう。よ。わ、狭すぎて何もできない。これで、これで、ベッドが作れまーす。あ、黒いベッドは作れたんじゃないですか。あ、作れなかった。ごめんなさい。はい、よいしょ。やった。なかなか進まないんですよね、この。よ、よ。ほい、ほい。ほい。で、ここにベッドやっちゃって、寝よう。はい、お、なんかエンチャントのこれ何持ってるんだろうそれすら覚えてないです。あ、でこれ回収して行こう。で、何をするかというとですね、ひとまずお、なんだ？現実問題に、現実にこんなでっかい蜂いたら、怖いですよね。おい。で、かまどで、木炭、あ、石炭がありますね。こう、石炭で、鉄の原石を焼くことによって鉄を作ることができます。鉄は、まあ、基本いっぱい持ってた方がいいですね。これが鉄、鉄インゴット。で、ダイヤモンドを取る場合は、鉄がないとダメです。どうしよう。まず、ここどこだっけ？ほぼ最初と変わらないですね。ああ、蜂蜜ってどうすればいいのか、ちょっと思い浮かばないですね。ほっ、ほっ。なんか、多分いろいろ冒険したんでしょうね、これね。こんなとこではなかったような気もしないでもなくもない。もはやわからないから、とりあえずこう開けたところに今日は出て終わりにしときましょうか。で、なんかちょっといい洞窟をの入り口だけ見つけておいて、でその洞窟に次回ですね、2週間以内に行くというふうにして終わりましょうか。あとは、釣りの、ね、また柳瀬店の話なんですけど、こう釣りのレクリエーションが今のところ全然釣れなくて、こういうところで釣れるよ、ま、あのですね、結構釣りができるところ自体がだいぶ減っている、減っているというか、あんまり、その自分がちっちゃい時に比べるとないんですよね。なので教えていただけるとありがたいです。こんなところでこんなん釣れるよとか、いろいろ保護者様からもですね、情報はもちろんいただいてるんですけども、こんなとこ行ったらどうかとか、ぜひぜひ教えていただいて、釣りにですね、行きたいなっていうふうに思います。ちょっとまだ時間かかりそうですね。こっちの方が開けてる？こっちの方が開けてる？もはやわからないですが。ひとまず、ここはもう、
必要ないので。石だけは取っておいて、まあ、石のツルハシとか石の剣とかもね、鉄がいっぱい取れる前っていうのはとにかく重要になってくるんで。ほい、あとは松明ね、なけなしの松明ですよ、これ。あとちょっとで終わりまーす。はい、ちょうど終わりました。もう一個あったような、もう壊れそうなツルハシしかありませんでした。ひとまず食料がこれだけあったので、ひとまず安心ですね。じゃあこっちに行きますか。こっちに行って洞窟の入り口だけ見つけて、なんか深そうなね、洞窟の入り口見つけて、今日は終わりにしましょう。おう。青。あとはですね、まあみんなあれですね、全然開けてなかった。はい、ここは？ここどうかな？ここ行ったのかな？なんか行った記憶があります、これ。すごい深かった。深くないです。すいません。洞窟は終わりました。ここはダメだな。こっちの方が開けてるかな？なんか村とかがあると必ずその下ってなんかいろいろあったりするんですけどね。村があるのが一番いいですけども。村の気配なし。イカでかいですよね。あれイカ。あれイカですよ、イカ。あれ？今エンダーマンいた？怖い。怖すぎる。でもちょっと、ちゃんと確認しとこう。エンダーマンっぽかったですよね。エンダーマン。エンダーマンの音がする。やっぱエンダーマンでしたね。こういう川欲しい。川じゃなかった。川じゃなかったですね。こういう川現実であったら釣りやすいんですけどね。今、コンクリートを敷き詰められちゃったり、フェンス張られちゃったり、釣れそうなところでも禁漁区だったりっていうのが結構多くて、なんか私が子供の時ってそういうの考えたことなかったなと思ったんですよね。だから、私が生まれた地域の方でも、昔ブラックバスとか、流行った時期があってですね、ブラックバスを釣ってたところも全部フェンスに囲まれちゃったりしてですね、もう釣りができなくなっちゃってたりっていうのがあるんですよね。なんか悲しいですね。釣りって楽しいんですけどね。なんかガサガサとかも、規模を大きくしてですね、その網、大きい網買ったりして、なんていうんですかね、みんなで
川の上流からゴソ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 長靴で歩いてきてもらって、でその網を上げるみたいなのをやってみたいですよね。昔それを私が子供の時たくさんやって、カジカっていう、皆さん知ってますでしょうか？カジカっていう魚がすごい取れたんですよ。なんか洞窟ないな。なんかそういう、見たことない魚に出会えるといいなと。だタガメ、本当嬉しかったです。なんか洞窟ないです。どうしよう。また喋って終わる。毎回喋って終わると思われる。あとは、マインクラフトだと、どうもやっぱり私がモンスターとかにやられると楽しいみたいですね。あ、ここにさっき言いましたな。ということは、あ、ここがさっきのところですか。ですね。この下っていうのは、あれなのかな。まあ、黒曜石あるから、まあ、チェスト、ここのチェストは取ったんだっけ？あ、もう夜。ちょっとじゃあ、ここでひとまず終わりにしておいて、この下多分どっかしら掘っていけばあると思うんですよね。なので、まあ、1週間ぐらいを目安にですね、ダイヤを、じゃあ、ダイヤを取るには何が必要かって、ここにちょっと、これ必要です。鉄のつるはしじゃないと取れません。石のつるはしとかだと、ダイヤモンド時間かかって、砕くんですけども、砕けて終わっちゃいます。なので、この鉄のつるはしですね。あとは、まあ、これからモンスターたくさん出ますから、こういうのを作っておきますか。ひとまず。これを、こうやって着て。あ、いいですね。下はなんかカラフル。鉄が1個だと、あとは何も作れないですかね。じゃあ、こんな形で、多分この下に何かあるんだと思うんですよ。なので、この下を、まあ、直掘りしていくか、直下掘り。あんま良くないですけどね。こうやって直下掘り。あ、もうすぐ石だから。直下掘りしていくか、何かして、ダイヤを見つけていきたいと思います。限定公開という形で、みんなが作っている、マインクラフトの動画っていうのはたくさんあるんですけども、まあ、最近アップできていないので、その全体公開できているやつがね、少ないので、まあ、いろいろね、みんなで話し合って、どういうのを作りたいかっていうのを今後、上げていければなっていうふうに思ってます。編集したいっていう子もたくさん多くて、私がマインクラフトでモンスターにやられたところを編集したいとかですね。そういうのがたくさん出てるので、まあ、みんなで楽しくね、できればいいかなと思います。じゃあ、また1週間後お会いしましょう。ありがとうございます。